北海道コンサドーレ札幌の宮沢です。福森です。小樽市の公共交通は近年人口減少やコロナの影響などで利用者が減少しており、バス路線などの維持が難しくなってきています。現在当たり前のように走っている公共交通ですが、将来にわたり維持するにはみんなで守るという意識で積極的に利用していく必要があります。運転される方もいずれ免許を返納した際、公共交通がなければ困ります。私たちの暮らしを支える公共交通を守るため、月に数回でも公共交通を利用して出かけてみませんか。乗って守ろう公共交通。